上向きライト、ハイビームは効果抜群。夜間の照射実験を見てみましょう。まずは下向きライト、ロービームで走ってみます。うわ、見えんかった。次は上向きライト、ハイビームです。遠くからでも見えますね。これなら安心ですね。次はどうでしょう。また下向きライト、ロービームで走ってみます。うわっ！次に上向きライト、ハイビームで走ります。もうわかりますね。進路を譲って優しい運転をしましょう。ロービームとハイビームの見え方の違いを見てみましょう。上がロービーム、下がハイビームです。違いがわかりますか？一目瞭然です。ライトの向きだけで見える範囲が60メートルも違います。ハイビームをつけるとこの青いマークがつきます。上向きライトにより遠くまで照らすことで道路上の危険をいち早く知ることができます。だから上向きライトが重要です。道路交通法では上向きライトで走ることが基本とされています。ただし、対向車や前走車がいる場合は幻惑させる可能性がありますので、こまめに下向きライトへ切り替えてください。最後に、夜間の事故事例を見てみましょう。対向車がいますね。どんなことに気をつけて運転しますか？あ、危ない！対向車の影から出てくる歩行者に注意しましょう。早めのライト、上向きライト、使いなさいよ。広島県警からのお願いでした。